どうも、こなまるです。きーたろです。今日は追っかけ雑とシャープ11の1について話していきます。いよいよね、チーム C の話に突入したけど、まあそうだね、翔太さんがやっぱり、まあ何よりもすごいなみたいなところはあったよね。なんか練習風景とかさ、前の動画とかでも見てきたけど、こうやってチーム C だけにフィーチャーすると、ほんと翔太さん際立つね。いや、すごい、なんか人柄めっちゃいい、いい人なんだろうなみたいな。なんかさ、コメントとか見ても、あの YouTube のね、なんか翔太ママって言われてるらしくて、まあそれめちゃくちゃわかるみたいな。そうだね、うちでもなんかちらっと言ったような動画でね、あれそう、お母さんみたいみたいな、優しいし、かつなんかちゃんとさ、的確な指導みたいな、指摘みたいなところもするところがなんかね、理想的って感じだよね。そうだね。あとやっぱりその13歳2人いるっていうところもなんかお母さん見ますんかなそうだね、すごいよね、まあ翔太ならいけるって思ったんだろうね。あ、そっかそっか。で、まずまあ冒頭のところから言ったら、まあ、前回のなんか振り返りみたいなところ、社長の言葉でね、あって、完全にクリエイティブファースト、アーティシズムファーストを体現しているチーム C の今回の曲はザ・ファーストそのものっていう、結構社長もさ、どっかでさ、すごい期待してるみたいな、一番期待してるみたいなこと言ってたんよ。言ってたね。そう、まあ、だから そんなこと言われたらさ、うちらもめちゃくちゃなんか気になるし、なんかさ、コメントでもうちらのね、うちらの方のコメントでも、なんかチーム C は長くなりますよみたいな、やばいですよみたいな声結構あるじゃん。そうだね。そう、いやだからめちゃめちゃもうなんかさ、グググって期待がね、高まってるんよ。わかる。それとともにちょっと覚悟もしてるよね。なんかさ、チーム B がさ、3本に分かれたじゃん意図せず3本にそう、 C も長くなるんかなみたいなね。そうだね、4ちょっと確保してるよねで、なんかさ、オパポンオパポンの後にさ、また言いたい、なんかあの合宿2日目かな、そうだ、合宿2日目に、まあ、みんなレコーディングみたいなした後、リーダーの翔太だけを部屋に残したみたいなさ、やつで、なんかあれ、みたいな、社長からなんかあるんかなみたいな、うちらも思ったじゃん。思った。なんか一回クリエーションの話しようかみたいな。そうそうそう。で、なんか雰囲気もさ、社長いつも明るいのになぜかすごいさ、シリアスな雰囲気だしさ。いや、そう、結構深刻そうだったよね。で、翔太さんもなんか全然笑顔じゃないし、結構心配そうとかさ、不安そうな顔してて、でも実はその頃とか言ってさ、ボーイズたちがさ、翔太の誕生日サプライズを計画していたとか言ってさ、めっちゃ良くないけこれ。めっちゃいい。てかさ、ほんと俺さ、サプライズ大好きだから、そういうの見るのめちゃ高まったよね。そうそうそう、みんな、だってみんな集まってるんだよ、ここに。そういいよね。なんかさ、こうやってじゃあそこ座ってみたいになった時にハッピーバースデーできてさ、もう倒れるじゃん翔太さんが。で、倒れた後にダルマジでって言ってさ、なんかその感じ、なんかちょっとさ、もう泣きそうというかさ、ちょっと感動してる感じだったじゃん。そうだね、もう落差が激しいもんねなんせピリピリしたところからの誕生日のやつだからね。いやー、いいね、ここめっちゃいいよねめっちゃいい。なんかこういうのもさ、なんかやってたんだみたいな、ちょっとほっこりするよね。で、なんかさ、カメラに向けて、ソータが初めての2人の共同作業でございますって言って、その後すぐさ、社長がもう行っちゃってんだよとか言ってる流れも好きなの。わかるわかる。もう切ってたよね、ケーキね社長が突っ込んでる感じもいいのよ。あー、わかるわかる。で、全体写真撮って、あのこの口をさ、口と目をバーって開く感じ、あのさ、竜兵とかもやっとるん、ちゃんと。いや、わかる、竜ちゃんね、なんか普段そういう顔やらなそうなのにやっとるがめっちゃいいよね。そっか、この日はルイクがニコプチの日なんだ。そうだよね、そうだね、ニコプチ、そうだ、ニコラって間違えてたけど、ニコプチの日だね。あー、そっかそっか。そう、なんかね、ちょっと数えたいの、この写真の時人じゃなくて数であれだったんだね15人じゃないみたいなそうそうそ そう、まあレコーディングの時も確か1人いなかったなとはちょっと思っとったんだけど、確か、そうかそうか、で、その後さ、翔太ママがケーキ食べててめちゃめちゃうまいっていう感じもすごい良かったねって思った。いや、そうだよね、安堵の表情だよね。安堵だし、やっぱ誕生日こうやって祝ってもらうなんてね、やっぱそうそうあんまないじゃん。あ、そうだよね。でも驚いたんがさ、シュントも知らなかったみたいな、ウケん。あー、だからそっか、同じチームの人はあえて知らされてなかったんかね。なんかそわそわしちゃうってとかさ、変な感じになっちゃったらあれだからみたいな感じなんかね。うんうんうん
そうだね。大輝くんとかもね、まあでも大輝くんは大丈夫か。分からんよ。そういうとこはね、出ちゃうかもしれんもんね。まあ、だからシュントもすごいびっくりしたみたいな、食堂行ってみたいな感じだったのでびっくりしたのもあったんですけど、すごく幸せそうな翔太くんの顔を見られて嬉しかったですとか言って、めっちゃええやつなんよ、うん、ねめっちゃいいよね。でその後ってなって、で3日目のとこでね、あのルイくん戻ってきて、なんかストレッチしながらね、大輝くんと一緒に、で同世代はここが仲良くみたいな、でも仲が良すぎてマイペースみたいな感じでね、で翔太くんもちょっと、翔太くんがそこでやっぱ悩んでると、リーダーとしての気遣いみたいなところをどうしようかなみたいな感じで言ってるし、あとやっぱ俊斗くんもグループの中の熱量の差がやっぱあるみたいな感じでね、うんうん、あったからここで5人集まってミーティングするんだよね。あ、ちょっと1個さ、そのさ、そのストレッチしてる時に、うん、なんか龍平くん持ったねか、うんうんでなんかルイくんと大輝くんがめっちゃなんかじゃれやっとるのに、リュウヘイくんちょっと苦笑いなんか可愛かったん、ま、わざわざ言ってきた違うチームなにすごい中断してありがとうごめんごめんごめん。そうだね、でまあ、リュウヘイくん、でもリュウヘイくんあれだよね、あのさ、リュウヘイくんの話になるとさ、そのチーム B でやっぱり同世代がいなくてちょっと悩んだみたいなとこあったじゃん、もともと自分の中で多分やっぱ殻をこう破りにくいみたいなところがあったけど、だから余計苦笑いでもあり、ちょっと羨ましいなみたいなところでもあったんかもしれんね。ああそうだね、まあ、苦笑いだったけど、なんか同世代近くにいると安心だなみたいなのあったかもしれんね。でミーティングのとこね、話戻って、でやっぱまあここでやっぱシュント君と翔太君が2人で、まあ、問題点みたいなところ共有するけど、シュント君がやっぱこの合宿でデビューかかってるから、チームとしての熱量の差があって、その熱量の差で一体感もなくなっちゃうからみたいな指摘、うんうんうん、であとはショートママが、まあ、やっぱ油断してる瞬間が多ければ多いほど実力に差が出ちゃうと、まあ、なんかなんだっけ、そのあれだよね、ルイくんだっけな、なんか抜くとこは抜いてみたいな、なんかふざけてるとかふざけて、しっかりするとかはしっかりしてみたいなところでも、そのふざけてるみたいなところがやっぱりあればあるほどこう実力に差が出ちゃうよってい いうことだから、すごいね、めちゃくちゃ的確だよね。いやーわかる、思った。しかもタイ君はタイ君で結構自分のパートばっかり専念しちゃってね、うんうんうん、個人の方非常重かったからさ、タイ君は、うん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 、そういうとこも指摘されてたよね。あそうだね、うん、そっか、太一くんはさ、あの三次審査のところはさ、結構みんなをまとめてみたいなところすごい発揮できてたけど、まあ、今回はより、うん、その実力的にも年齢的にも翔太くんがやっぱリーダーっていうのがなんかより強くっていうか、まあ、頼っても大丈夫だなみたいな気持ちがあったから、やっぱ自分のに専念しちゃうとか、まあ、あと焦りか、本人も言ってたしね。うん、そうだね、やっぱりね、ここでさ、やっぱ人数減っちゃうっていうのも焦りは絶対あるよね。そうだね、なんかうちら的にはさ、3時行ってここの合宿に来ただけでもすごいよってつい思っちゃうけどね、半分以上だからさ、まあでもそうだよね、ここまで来たらもうデビューしたいってなるよね。いや、なるなるなる。で社長のインタビューがあってさ、まあ、一番個性がバラバラなチームと、で登る山の見極めさえ間違わなければ大丈夫みたいな感じかな。で楽曲的にも多分まあ自分たちで作ってるけど、すごいカラフルな楽曲って言ってて、うん、でも確かにさ、これちょっと3日目じゃないと思うけどさ、なんかレコーディングのところ聞いただけでもかなり良かったよね。そう、めっちゃ良かった、ね、曲としてすごい良さそうって単純に思ったよね。うん、そう、もうさ A と B でさ、僕2曲聴いてきてるけど、いや C もいいなみたいなそうなん、みんなすごいよねいやすごいすごい。であとはチームワークのところか、まあ、チームワークのところで言ったら、翔太がいろんな人のアイデアを引き出す心が求められるし、その中で自分の存在を発揮できるか、アーティシズムが求められると。だから結構やっぱ翔太ママがかなり、まあ、社長が見ててもというか予想してる通りすごい負担がでかいし、うんうん、まあ、結構大変なことを要求してるみたいな感じなんだろうね。そうだね、やっぱ個性出しながらチームをまとめることができるのかって、まあ、テロップもあったけど、うんうんうん、まあ、そこが注目ポイントだったんだろうね、うん、やっぱリーダーって大変だよね。いや大変だよ、だってあんだけさアーティスティックな人がさ、うんうん、自分出せないなんて辛いよね。まあそうだね、なんかさこの後半でもあるけど、やっぱりそういうことでもがいてるシーン結構あったもんね。そうだね、でもなんか翔太さん、でもそれでもなんかちゃんとやろうとするから、やっぱすごい真面目でさ、性格めちゃくちゃいいの伝わるよね。めっちゃ伝わるね。4日目ね、
次にボイストレーニングのね、アリ先生オンラインで一緒にやってたけど、関係ないけど私アリ先生の声似てるってなんかコメントいただいたんだけど、似てるんですかね、まあ、その視点で見てなくていやそうなんですかってなったんだけど分かる分かる、メあるね、確かに確かに確かに。でまあアリ先生のでもその指摘みたいなところすごい的確というかね、分かりやすかったよね。そのレイちゃんのさ、うん、そう自信がないみたいな感じの中挑んで、やっぱそれがすぐさアリ先生に伝わってみたいな。そうだね、顔に出てるって言われてたよね。うん、瞬き多いよとか、でしかも瞬き多いってことは考えてるのとかね、自信のなさ顔に出てるみたいな、なんか分かるんだね瞬きだけで。そう、しかもオンラインなのにね確かに。でも確かにアリ先生なんかすごい覗き込んでたような気がするんよ、顔をこう。あー、なるほどなるほど。だからよく顔を見てどういう状態なのかっていうのはすぐ分かるんだろうね。ね、でレイちゃんはさ、もう自信なさ指摘されてもう涙して、うん、やっぱなんかいろいろ葛藤があるんだねレイちゃんもね。ね、なんかちょっと悩んでそうだったね。そう、まあだから音楽とダンスを楽しむ、もっと楽しみたいなみたいな。うん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 、で次ね中間発表。でもレイちゃんがその疲れからか体調不良になっちゃって、しかも前向きになった矢先の出来事だったから、ちょっとなんかね心苦しいよねこういうのはね。ねえ、そうだよね。やっとね、なんかレイちゃんの中でもね、なんか気持ち新たにってかな、その覚悟決めてって時なのにね。うん、タイミングってなるよねこういうのってね。でまあ曲披露というか中間発表披露後に、もう社長が結構絶賛、なんかすごいやっぱノリノリだったじゃん。そうだね、うん、ノリノリ社長だったから、でこの俺はこの後どこでラップすればいいんだっけとか言ってさ、社長も、うん、社長も乱入しようとしてたんよ。社長が入りたくなるぐらいの音楽だったってことだよね。そうそうだろうね。まあでもあれだけ、うん、てか曲が良さそうだもんね明らかに。ねえ、そうなんそうなん。でしかも絶賛の内容は、感情そのまま目に見えるもの耳に聞こえるものにしたのが音楽、これを感じるのがこのチームの素晴らしさと、もうとにかく、うん、良いと言われてると。でもなんかさ、その後その後のやっぱ翔太さんね、心苦しいね、なんか一人になった後ね、なんかあの一人になって座ってはぁ、あ、みたいな感じでね、でやっぱ安心、まあ、本人も何の涙なのかみたいなさ、いろいろ多分いろんな感情があったんだろうね。うんうんうん、うん、安心感なのか悔しさなのかわからないけどみたいな。 でもチームのことを考えすぎて全然自分が出せないっていう、その自分自身のクオリティに納得いかないみたいなところに涙というか、ここでちょっと涙しだすじゃん。でそこにすごいタイミングで社長来んじゃんそうそう、なんか最初さ、インタビュアーさんに話してたじゃん、多分インタビュアーさんっていうか、うん、スタッフっていうかさ、カメラマンっていうか、うん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 、なんか後ろ見たらなんか足元見えて来たーみたいになったよね社長ガラガラガラって来たーってなったし、うんね、そこでしかもちゃんと声かけてあげてさ、そこでさらにメンバー来てさ、シュントがさまたいいのよここから。いやー、いいサポート役だったよね。ねえ、全然大丈夫大丈夫とか言って、しかも今のうちでよかったです、これが後々になると怖いからとか言って怖いよ見据えてるよ。そう、シュント君マジで周り見えてるよね。いや本当に17歳なんかね。うん、でしかも俺分かってた、一人で抱え込んだんでしょみたいなさ、そういう入りもいいじゃん。分かる分かる、重くならない感じでいいよね。そう、なんかね、これのこの一言に刺さってる方がね、コメントでも多かったよ。ああなるほどなるほど、なんかあの分かってるよみたいな、何、うん、惚れるやつだよね普通いやめっちゃ、いやこれマジでこんなのシュント君好きになるよねみんなね。ね、でもさ、こういうのさ、なんかアイドルがさ、よくさ、キュンとするセリフ言ってくださいみたいな、よくあるじゃん、なんか今考えて言ってくださいみたいなあるじゃん、うん、ありそうじゃないこういうセリフ。どういうことだから分かってたよ、一人抱え込んだんでしょみたいな、俺がいるよみたいな、そういうやつ。確かにありそう。でもそれをナチュラルにできるシュントくんやばいね。そうやばいんだから、絶対これやばいやつだよ、うん、ね。で、まあ、7日目かで5人また集まっててさ、でもそこでなんか翔太がさ、その13歳ちメンバーに対してもうめちゃくちゃ頑張ってるよみたいな、お母さんいないとこで7日間生活してんだよとか言って、うん、もうなんて優しい、本当にすごいよね。そのフォローの仕方とかもいいよね、めちゃくちゃね。そう、なんか寄り添ってるんよ、うん、その人のやっぱ置かれた状況を考えてやっぱすごい頑張ってるなって思えちゃう、この翔太ママの心の広さがやばいのよ。
そうだね、大輝くんとかるいくんとか最初はちょっとね注意とかもされてたけど、ちゃんと尊重もしてるもんね。なんかちゃんとさ、うんうんうん、13歳なのにこんな頑張ってるよお前らみたいな。しかもさ、なんか2人の手を握りながら話すんよ。あーそうだねそうだね。いや素敵だよ、なんか分かってくれる人がいるんだって思うだけで頑張れることってあるじゃん。うんうんうん、そうだね。うん、だからそれがその翔太ママが今回ママとなってになってくれてるのが、やっぱ保護者の目線で見てもなんていい大人がそう近くにいたんだって思って感動すると思うよね。うん、いやそうだよね。でその後ボーカルだけでなくダンスの完成度を高めたいレイとか、なんかいろいろその個人個人のやつ、うん、でなんかまたさダンスだったりボーカルだったり一緒に取り組みながら、まあ、お互いの長所と短所を補い合うチーム C ってやってさ、すごい雰囲気もいいのよここで。そうだね、なんかレイちゃんのボーカルすごいいいってなったりとか、なんかルイくんの目線がいいとかさ、うんうん、で大輝くんは焦らず周りを見られるようになってきたみたいな、うんうん、でしゅんとくんはダンス経験豊富だからリードしてくダンスをみたいな、めっちゃいいよね。しかもなんかその上手い人だけが指摘してる感じでもなく、ルイくんも僕もその貢献できるようにって言ってさ、自分が気づいたことは共有してたりするじゃん。うん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 、いやすごいいいチームだね。やっぱこういうどんどんいいチームになるのはやっぱ翔太くんのおかげなんだろうね。確かに確かに、そうだね、それは絶対あるね。うん、伝え方とかすごいね、うん、でその後、まあ、ボーイズたちがさ集まって社長のオンラインライブ鑑賞会やるじゃん。ね、やったね。ね、いやめちゃくちゃ、てかさ、やっぱ社長ってやっぱりアーティストなんだなって改めてね気づかされたよね。うんうん、いやでもさ社長すごいね、自分のライブのさ練習とか準備どこでやっとったみたいな。確かにこれがやっぱ社長誤認説か。いわゆる、いや多分そうだと思う。確かにすごいよね、当たり前にできるんかな。こんな、しかもさ、やっぱうちらがこうなんだろう、切り取ったようなところを見ただけでもやっぱ社長違うなってなんか思うじゃん。なんか表現の仕方とか本当にさ、なんだ、いい意味ですごい自由というかさ、まあ私は好きなのが、まあ一番最初の登場のスカイハイです、よろしくお願いしますっていうところがすごい好きなの。それさ、ポーズも真似してるけど伝わらんからねこれ。スカイハイです、よろしくお願いしますが好きなの。まだ言う、見た人にポーズまでは伝わらんからね。やらせてよ。うん、いや分かる分かる、めっちゃかっこいいよね。うん、かっこいいわ。あとはさ、やっぱ曲の終わりにさ、合宿のテーマソング、あの To the First か、うん、あれ流れた時のみんなのテンションの上がりっぷりがね、いいよね。すごかったね、みんなめちゃくちゃ湧いてたもんね。いやまあでもうちらでもあの曲はってなったよね。なるなる、だってこれ普通にあれなんか YouTube で流れとるんか、そのオンラインライブで流れとるんか一瞬わからなくて、違和感ないから。そうエンディングかと思ったら普通にライブで、すごいよね。いやボーイズに当てた曲をやってくれたってことだよね、そのオンラインライブってね。うん、もうめちゃくちゃテンション上がってるからな、おもろで。やっぱソータが終わった後にやっぱラップを始めて、今までなかった観点でライブを、それにスカイハイさんっていうこともあってすごい表現力で、この先アーティストとしてやっていくにあたって、僕もなんかもっと未知の世界で新しい発見をしていきたいなと心から思いましたと。でリュウちゃんはさ、そのやっぱ社長のさポーズ、基本的にどこから見てもちゃんと自分はかっこよく見えるとか言って、うん、上から見ても下から見てもみたいな、うん、そのなんか気づきもすごくない？そう、なんかすごい、なんか自分がプロになった、まあ、デビューしたことを考えながら見てるなみたいな。うんうんうん、そうだね、やっぱここはリュウちゃんの一貫してるとこだよね。いや本当にそう、すごいね、みんないろんなさ、いろんなこと気づいたんだねこれでね。ただただ良かっただけじゃない。ああそうだね、いやすごいね、なんか全部計算されとるんかな社長は、こうやってオンラインライブを見せるとかさ。うん、ちょうどいいじゃん、見せなよみたいな、みんな見ようよみたいな。いやすごいね、やっぱ気持ちを入れ直して歩いとか言ってさ、でやって終わったよ。終わりました。いやー面白かったね。いやそうだね、チーム C も面白いね。うん、でも気になるんがさ、やっぱパフォーマンスすごい良さそうだからさ、今回1本の動画であれだったけど、やっぱ11の2が怖いね、うちらは。そうだね、なんかどうやらチーム C もすごいって聞いてるじゃん。そうそうそう。まあだからさ、次の追っかけザストが楽しみだよね。そうだね。